する人を選んでください。了解です。それでは私の卒業と天蔵様のためにこそっと行きましょう。そんな、どちらも大事ですよ。このキラッキラした目を見てください。バタコ、嘘はつきませんよ。さて、ここから先、女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバキューンと昇天させてください。それでですね、フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。何がですか？男なら決めたことをちゃちゃっとしなくてはですよ。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見えないようにしますから。ではこれで OK ですね。それでは行きましょう。あなたたち、彼は無害よ。いつまでそこで尻餅をついているの？通行の邪魔よ、天蔵。いろいろとあるのよ。あなたは相変わらず気楽そうで羨ましいわ。ところで天蔵、昨日はどうして来なかったのかしら？そう、完璧に忘れていたのね。ダメ人間ですね。私との約束を破る人なんてあなたぐらいよ。死にたいの？そう、死にたくないのに私との約束を守らなかったと。何か理由があるのかしら？そう、この私を納得させるだけの理由を言っていただけるかしら？あらやだ、そんなことでどうするの？
村ってどういうこと？産業以内で説明なさい。はい、行数オーバー。見習いってわざわざつけるのですか？どうされました？天蔵様、世界に何人異性がいると思ってるのですか？中には聞かない人もいますよ。おい貴様、お嬢様と会話中によそ見をするとは何事だ。いいわ、変な子は放っておきなさい。はい、お嬢様。あの黒服怖いです。黒はヤバいです。威圧されます。安心してください。も私は天使ですよ。フェロモンが効かないなら効く状況を作ればいいんです。では行きますよ。ドキドキフィールド展開。あなたらしい安っぽい演出ね。それ以上お嬢様に近寄るな。痛い目に遭わせるぞ。行くわよ。はっ、お嬢様。
な日本語になってます。天蔵様、心が作った守護するようなものと思ってください。おそらくカオル子さんを思う黒服たちの気持ちがガーディアンを作り、彼女を守っているのだと思われます。ガーディアンを打ち破るために天蔵様は男を高め、その気持ちを上回るモテオーラを手に入れなければなりません。それでガーディアンを倒して高嶺の花であるカオル子さんと結ばれるのです。はい、その通りです。頑張りましょう、イライラ。私がいいと言っているの。閉じ。ん？誰かそこにいるのか？なんだ、猫か。ここはなんだか落ち着かないから移動するわ。はっ。後で美術室にいらっしゃい。ではでは、カオル子さんのダイイングメッセージに従い美術室に向かいましょう。天蔵様、黒服の人たちがもっそもっそ動いてます。気づかれないように注意してくださいね。
ちゃんと来られたわね。どうしてそんなにドジなの？モデルになってちょうだい。そう、あなたよ。どうせ帰宅部で暇なのでしょう。だったらモデルくらいしても良いのではなくて。そういえば、あなたは帰宅部なのに美術室にちょくちょく出入りしてるわね。ここに友人がいるのなら、あなたも何か書いていたりするのかしら。を取ってもらおうかしら。両手を腰に当てて、足は肩幅に開く。まあそんなところね。
出来だわ。もういいわよ、楽にして。どんなポーズを取ってもらおうかしら。両手を開いて片足で立ちなさい。まあそんなところね。昔ね、そんな風に顔を真っ赤にしながらモデルをしてくれた男の子がいたの。私の家の庭に入ったボールを取りに来た男の子なんだけど、今のあなたと同じことを言っていたわ。絵が上手だねって言われたのが嬉しかったのをすごく覚えているわ。本当によく覚えているの。また貴様か。何を女の子みたいな悲鳴を上げているの。出て行け、邪魔だ。ほんの少し困った事態が起こっているだけよ。単に誘拐される可能性があるだけ。私の実家を従わせようとして汚い手段を使ってくる連中がいるのよ。分かっただろう。貴様は邪魔だ。出て行け。天蔵様。の危険性くらい。貴様、いい加減にしないか。天蔵、大丈夫ですか、お嬢様。
裸ジェントルマンじゃ告白しても様になりませんものね。貴様、お嬢様から離れろ。
さ、屋内に。お怪我がないか、ちゃんと調べないと。ポカーンとしている場合ではないですよ、天蔵様。天蔵様、どうぞお通りください。お嬢様は美術室にいらっしゃいます。していたわ。だからすんなり通れたでしょ。あなたの功績よ、もっと誇りなさい。ねえ天蔵、私が危険だったのを見てどう思った？心配かけたわね、天蔵。私を守ってくれる男性かしら。スマートに優しく。そうですね、黒服さんたちのいない今、ガーディアンもいないはず。では行きますよ、ドキドキフィールド展開です。天蔵様、ガンバ。
っぽこなのは天道様ですよ。パタコ、読み違えしてました。黒服の人たちがガーディアンなわけないじゃないですか。これはカオルコさんのプライドです。プライドがガーディアンなのです。驚きです。彼女は天蔵様のことを虫けらぐらいにしか思っていないんです。決めたわ。あなた一生召使いとして私に使えなさい。この私に一生使えることができるのよ。感謝していただけるかしら。うわ、すっごい男泣き。私がしたいからよ。そんな泣くほど喜んでくれて嬉しいわ。天道様、この方冗談で言ってるのではないようですよ。カオルコお嬢様がお呼びだ。屋上に来い。来ないとどうなるか分かっているな。黒服さん、言うだけ言って帰られちゃいましたね。どうされますか。ここで男にならなくてどうしますか。こうなったら完膚なきまでに彼女を叩きのめすしかありません。全てにおいて天蔵様が上だということを思い知らせれば彼女のプライドは砕けます。それと同時にガーディアンも消えてなくなるはずです。はい、本当です。やるしかないです。やるしか。ファイトです、天蔵様。はい、その調子です。来たわね。
天蔵様、しっかりして。天蔵様、天蔵様、大丈夫ですか？背後から殴られたのです。それに気がついたわね。これが最後通告よ。永遠に私の召使いになるか、それとも死を選ぶか。どちらかしか選ぶことはできないわよ。さあどうするのかしら。何をするというの？天蔵のくせに。え？嘘！ファンタスティックなのです！決めてください、天蔵様！そう、あくまで私に盾つくつもりなのね。あなたと私の基本スペックの違いを見せつけてあげるから。かかってきなさい。くらいなさい、くらいなさい、くらいなさい、くらいなさい。プレゼント用意。
なたが私のことを忘れているからじゃないの。あなた、私と昔会っているのに、それなのに全く思い出さないんですもの。何度も何度もその時のことを思い出させるようヒントを出し続けているのに、それなのに思い出さないあなたが悪いのよ。だからひどいことしていじめてやろうと思っただけなのに、それなのに。そうよ、天蔵のバカ。昔ね、そんな風に顔を真っ赤にしながらモデルをしてくれた男の子がいたの。私の家の庭に入ったボールを取りに来た男の子なんだけど、私はすぐに分かったわ。あなたが入学した頃からあの時の子だって。だからずっと見つめていたの。美術部にいるお友達のところに来るあなたを見るたびにドキドキしていたわ。いつ
声をかけてくれるのかしらと思っていた。だけどあなただったら全然気づいてくれなくて、そうしたらだんだん腹立たしくなってきて、それでそのつい意地悪なことを。大人げなかったわね。たくさん意地悪してごめんなさい。許してくれる？どうして気づかなかったの？初めて会った時より？早くおっしゃい。私の子供の頃はそんなに綺麗じゃなかったように聞こえるわ。冗談よ。見上げた空にかかる虹、七色のパレット、大きな空に描いた遠い面影、いつの日か出会えると忘
これからはずっと一緒よ。当然、私以外を見るのは禁止だからね。